はい、皆さんこんにちは。本日はね、大蔵流山本会狂言公演を見てきました。新年は狂言からということでね、ビキニ気流会館で行われたね、大蔵流の山本会です。これを見てきました。まあ狂言ですね。前に高崎でね、狂言を見る会ですかね、それで見てきた大蔵流の山本会ですね。人間国宝のね、山本東次郎先生が、出ていらっしゃるね、この、まあ、山本会ということで、去年1年ね、群馬に来た芸能はね、まあとりあえずちょっともう再三度返して全部見て、まあその中でね、まあいいものというかね、そういったものを見ようかなと。まあちょっとね、流行り病中にね、何も見れなかったので、その時いろいろね、見れなくなった演者とかね、そういったものもあったので、まあ去年1年間ね、いろいろ見て回ってみたわけですが、まあ群馬近郊に限っての話ですかね。まあその中で出会ったのがね、大蔵流山本会、まあ山本東次郎先生ですが、まあ去年出会った、そのね、芸人というかね、その、まあ芸人ですよね、本当の意味の芸人ですよね。本当の意味の芸人のこのね、人間国宝山本東次郎先生のね、狂言はね、まあ印象に残ったやっぱ芸能の一つで、凄さはわかるんですよ。凄さはわかるんですが、そのね、凄さの深さがね、まだまだ僕にはわからないということで、まあ、とにかくね、何かすごいものを見せられたなという、そういった、まあ、芸人の一人ですね。まあ、人間国宝というだけあって、ものすごく良かったですね。まあ、特にね、この人柄が良くて、すごいね、この演目が終わった後ね、結構ね、このインタビューというかね、そういったものに出てきてね、まあ、このお客さんにこの狂言とはどういうことなのかとかね、今回演じたね、この狂言の意味とかね、こういった、なんだろう、動きとかね、そういったもののね、この解説とかね、しっかり丁寧にされるので、もうね、人間国宝のこの、まあ歴史というかね、そういったものの中でね、すべてね、こう教えてくれるのでね、あの時は本当に、いや、すごい人だなって思ったんですよ。で、ちなみにね、チケットがこちらになります。小ホールで、まあ2000円ということでね、まあこういったね、文化会館で行われる、こう、文化授業はね、まあすごい、まあ補助金が出るのかな、ものすごく安い値段で見られるので、近くのね、文化会館とかね、こう伝統芸能があった場合、まあ値段も安いのでね、まあぜひ、食わず嫌いせず行ってみたらいかがでしょうかね。まあこういったね、人間国宝のね、大先生のね、本当の芸、ものすごいんですよね。このなんだろうな、狂言のね、この芸はね、また難しいんですよね。なんつうか、まあ今日のね、対談で金子直樹さんと山本東次郎先生のね、この対談でね、ものすごい深い話、このね、金子直樹さんっていうのがね、まずね、最初演目の話ですが、まずお話ということでね、金子直樹さんが出てくるんですよ。でね、この金子直樹さんっていうのがね、能楽評論家ということでね、もうちょっとね、喋り方がね、ちょっとアナウンサーっぽい人なので、まあ、アナウンサーなのかなと思ったんですが、まあ、そういうわけではないのかな。ただね、すごい、その、アナウンサーっぽい喋り方で、もう、実に本当に能楽、このね、今回の狂言についてのね、解説がね、しっかりとされてるので、いや、この、これからもね、狂言やるときに呼んでもらえるとすごい助かるなっていう人で、なんかね、学生時代、もう大学生時代ですね、20代から、で、今ね、70歳なので、もうね、50年近くね、その、能楽堂にね、通ってたってことで、生っ粋の見るプロですね。プロ観客ですね。もうプロ観客ということで、今回やったね、演目も、なんとその、いつ見たかがメモしてあるというね、もう、本当に、まあ僕もね、結構観客としてはね、こう頑張ってはいるんですがね、ここまでのね、筋金入りのプロ観客にはなかなかなれないですよね。あ、ちなみにこのチラシはね、古いチラシなので、山本のりとしさんが、ちょっとね、描かれてます。まあ去年ね、惜しくも亡くなられた方でね、ちょっと前回のね、高崎の時の、まあ来たかったと言っていた方らしいので、で、この、山本のりとしさんの奥さんがね、桐生出身の方で、その縁があって、このね、桐生でのね、興行になっているらしいです。というわけでね、まあ、何よりもね、こういった縁とゆかりというかね、伝統芸能はこういったものが結構ね、重要だったりしますよね。まあ、なのでね、あえてちょっとね、まあ、のりとしさんがね、ちょっと写ってるチラシを使って、ちょっといますということで。で、本日のね、演目ですね、まず狂言、餅酒ということで、一番最初
最初のねお話でね金子直樹さんが言っていたんですが、まあね今年はねその明けましておめでとうございますとはねなかなか言えない状況ということで、まあ地震があったりとかねそういったことで、でまあちょっとね今回ね一番最初の狂言この持ち酒なんですがね、この舞台がね加賀の国とねあと越後の国の百姓さんですね、この二人がねちょっとね主役ということで、まあちょっとなんか本来ねこのすごいおめでたい話なんですよ、おめでたくて、ね、縁起のいい話、まあお正月にぴったりな話ということでねこの演目ではあったんですが、まあちょっとまあ何の因果かねちょっと地震の被害地ということで、まあいろいろね金子直樹さんもねこの言葉を選んで、うん、いろいろ説明されてましたね。でこの持ち酒という演目ですがね、これもなかなかねまあ貴重な演目らしくて、まあ実際ね、狂言っていうのは能とセットで行われるわけで、で能のちょっと間に挟まれるとちょっと芸能というかねそういった感じなので、基本ね短い話がまあ主流になるんですが、この持ち酒ね40分ぐらいの大作なんですよね。なのでねなかなかねその能の間でやることがないので、だからこういった狂言の単独公演の時にたまにやるぐらいの作品らしいんですよ。まあそんなわけでねこの持ち酒というまあ貴重な会が見れたということで、まあなかなか良かったんではないかなと思うんですが、でこの持ち酒という話は加賀の国のお百姓が大雪のため先延ばしにしていた年貢の菊酒を納めに行く途中、やはり遅れて鏡餅を納める越前のお百姓と出会い連れ立って都へ上がります。そうじゃ、取り次ぎ役の、お上はいつもお正月ですという祝いの言葉に免じて地産を許され、代わりにお上から両国の年貢にちなんだ歌を一首ずつ読むよう命じられます。必死で作った歌が褒められ、その上万蔵くじ、雑役などの租税をね免除されますが、喜びのあまり二人は大声を上げて布教を買います。今度は年貢にちなんだ大きな歌を読むように命じられという話になってます。まあ基本ねこの狂言っていうのはね結構面白い話、見てない人はねなんかね難しいことをやってるんじゃないかなって思われがちですがね、そんなこともなく、まあなんだろうな、まあ落語が江戸時代からという話なので、まあ多分だからその落語の前のあれですよね、まあ喜劇というかそんな感じですかね、だから落語的なお話を芝居でやってるって感じですよね。まあだからなのでねちょっとねすごい古式ゆかしいこう動きがね舞をしながらもね結構やってることはおまぬけな話だったりするので、そのギャップが結構ね面白かったりするわけですよ。まあ言葉が分かりづらいなんていう感じもしますが、結構ねギリ分かる感じですね。まあ当然勉強すればねもっとよく分かるようになると思うんですが、結構ギリ分かるこの感じでちょっとギリギリ何言ってるか分かるっていうレベルのところでこの面白い話をするというね、ちょっとそこをね自分の中の戦いでもあったりとかして、まあそこを楽しめるようになるとねなかなか面白くなってくるんではないでしょうかね。というわけでね、これがね結構長い話で、まあ何にしてもねこの、まあ、最後のね解説の時にね山本東次郎先生が言っていたんですが、まあ、年貢のねお酒とこの お餅をね送れるというのはね結構大変なことで、新年のお正月があるじゃないですか。でお正月にそのお上のところにその餅とお酒がないわけですよね。これは結構大変なことだったので、まあだからすごいね緊張していくわけですが、まあお上はねなんか許してくれて、その、うん、全然いいよってことになったわけで、それが大喜びですよね。許してもらえたことにね喜んで、さらにねその読んだ歌がいい出来だったので雑役なんかの万蔵くじということでね、いろいろね他の税金とかが、ね、免除されるってことでね、これがね大喜び、この大喜びしてるところからね舞台の前までお二人が出てきて大喜びするっていうねすごい。で最後はなんだっけな、でもう一回ね大きな歌っていうのを読んで、お前ら舞いながら帰ってけっていうことで、踊りながら帰ってくっていうねそんな感じになる。この踊りがね結構気合が入ってるんですよね。ほんと本物の舞を踊っていくって感じで、でこれが終わって、でまあ中入りがあって、で次に音曲向こうですね、ここで山本東次郎先生がシュート役で出てきますね。でこの音曲向こうっていうのがね、今日は最上吉日なので着飾った向こうは舅のところに向こう入り、向こうが初めて舅を訪問する儀式の挨拶に行こうとしますが礼儀作法を知りません。そこで日頃目をかけてくれると人のところへ教わりに行きます。
教えては向こうがあまりの物知らずのためからかってやろうと周到と対面するとき、前に3足出て後ろに3足下がり、回って座り3つ拍子を打つように、言うべきことは節をつけて言うようになどとデタラメの作法をします。そうとは知らぬ向こうは大喜びで習った作法を忠実に周到の前で披露しますが、という話になってるわけですね。まあもうなんかこれだともう本当にあの落語の演目のような話ですね。だからあの小野さんのところにね挨拶行こうと思うんだけど、ちょっと礼儀作法知らねえから教えてくれねえかつんでね、そういった感じになるんですが、まああのねそのまあ落語ではねよくこの教える側もねあのちょっと冗談であのふざけたことを教えてやろうなんつうことで、まあそのふざけたことを教えられてそのまんまやるなんみたいな感じ、なんかそんな感じ、牛褒めとかですね、牛褒めみたいな話ですかね、そんな感じですね。落語でいうとこの牛褒めみたいな話で、まあ牛褒めは別にあれか、別に牛褒めは別に間違ったことを教えてないけど、勝手に間違った解釈をするっていう話ですけどね。まあそんな話になってますよね。で周到のところにあの向こうがね行ってね、そんないきなり変な歌ってるような喋り方して歌ったような喋り方して、さらに前に3歩出て後ろに下がって、さらに回ってジャンプして座って3拍子打つっていうね、こんななんかとんでもないことするわけですよ。でこれでまあ山本東次郎先生演じるね周到がねこの驚いちゃうわけですね。何をやってんだあいつはってことでまあ多分あいつは真面目なやつだから誰かに騙されてんだろうなみたいなね。でということはこれをね無限にしたら向こうの顔が立たないということでね、まあなんとねこのねシュートがねその向こうに合わせてね同じようにこの変な作法をしてくれるわけですね。もうねまずこの演目はね本当にお客さんねみんな笑うんですよね。本当に面白くて、あのまあ狂言ってちょっとあのこのゆっくりした動きとなんかこの形式ばった形の動きをするわけじゃないですか。その動きで悪ふざけをするわけですよ。なのでもうどうしても笑っちゃいますよね。まあこのねまあ動きとかねこの型がねよくできてるってこともあるんでしょうね。すごい面白くて、なんかねなんかこうジャンプして跳ねて座るとかね、山本東次郎先生ねもうつくなんかベージュだっていうのにそんなにあの膝とか大丈夫なのかみたいなねものすごい音するんですけどね、まあジャンプして正座で座ってねドーンって音出すんだけど、まあすごかったですね。まあそんなわけでねこうなかなかね見ることができずに、まあその代わりねこのお正月にとっても適した、まあ、餅酒ですね。まあちょっとねあの地震があったのでまあ本当にお悔やみ申し上げますという感じですが、まあそんなねみんなこう、うん、ちょうどその地震があったところのねその演目にはなってしまうんですがね、まあそれがあって、で音曲向こうこっちはねもう本当に落語みたいな話ですごい面白い話ですね、笑える話で。でまあやはりねこの山本東次郎先生のねこの動きがね本当に美しいというか、もう形にカシッとはまってるっていうかね、まあそういったちょっとねやはり人間国宝の芸を見れたなっていう感じで、この最後ね対談で山本東次郎先生とね金子直樹さんのねこの2人のね対談があったんですがね、これがねものすごく内容が濃くて、今回のこの2つの演目のねものすごい説明とか、あとまあいろいろされたんですよ。まあ説明するのはちょっとね大変なんですがね、あとお客さんのその質問を受けたらね、お客さんがねその着物が綺麗なのでっていう話で、そこら辺の話したらねその着物 についてはねこういったそういった階級によってこうですよとかね本当に細かくね説明されていたので、まあなかなかねちょっと覚えきれなかったんだけど、ちょっとねそこの対談だけはね録音させてほしいなって思うぐらいすごい内容の濃い対談でしたね。あれ一回聞いただけじゃ覚えられないよね本当に。あそこだけはさちょっと録音させてほしかったっすねって感じでね、ちょっとねまた後でねもう一回聞いて勉強したいなっていうぐらいのねいい内容で、まあできればねこう動画とかでねこう紹介できたらいいなと思ったんですがね、本当にこの対談すごいいい話だったんですよ。本当にね本当にこの山本東次郎先生ね、人間国宝山本東次郎先生のねあのこの詰まってる知識ですよね、それをね金子直樹さんがね見事にねこうなんつうかね全部出してくれるっていうかね、ねいい質問者がいなければこうなかなかねこうその人の本当に持ってるねその魅力とかね知識っても出てこないもんで、こう見事な対談だったんでね、まあこちらはちょっとねなんかまあどこかでまた見てみたいなとは思うようなね内容でしたね。というわけでね本当にすごい内容で、であとねあの、まあ、この会話の、うん、この対談の流れでね
まあ稽古についての話ですね。まあこのね伝統芸能、まあ狂言ね、あの大倉流山本会のね、まあ稽古ってどんなのかなっていう話ですかね。まあとりあえずまあ今は、うん、今はそんなね、今はこう優しく教えてますよっていうことを前提として、まあ昔はねってことでね、もうあの見て見せてもくれないのに、その形をね やらせて間違ってたらピシャリとね叩かれたり蹴られたりしたというね、そういったその山本東次郎先生のその昔の話とかね、形がねピタッと決まるまでね、そのね怒られるっていう、すごいねその教え方で、でさらにね思い出にある稽古の中ではね、その東京のその空襲ですよね、空襲、爆弾が落ちてる時、そう爆弾が落ちてる時に、その父親である師匠であるね、その父親とあの山本東次郎先生、あ、まあ小学校2年生ぐらいと言ってましたけどね、小学校2年生の子供とそのね師匠の親がね、爆弾が落ちている中ですよ、爆弾が落ちている中ずっと稽古をしてるっていうね、その雪が降る寒い中ね、爆弾が落ちているのにそこの中でそのまあ稽古場ですよね、そこで稽古してるっていうね、いやーいろいろね戦中、うん、その戦時下ね、いろんなもの、いろんな映像とかのね、いろんな記録とかね、いろいろ残ってはいたけど、いやまさかその中で爆弾が降ってる中でまさかね稽古してる人がいるとはね狂言の稽古をしている人とはいるとはねって感じで、まあね、あの山本東次郎先生もね、まあ当時の多分お父さんの考え方では稽古しながら、もしもね爆弾が落ちて亡くなったんであれば、まあ先祖たちにね、まあ顔向けができるというね、そういった気持ちがあったんではないかっていうね、そういった話ですよね。ただそこでもしもね爆弾が落ちて亡くなっていたらと思うと、いやー伝統芸能のね一つの火が消えてたんだなと思うようなね、ものすごいちょっとねこの爆弾が落ちる中でも稽古をしていたっていうね、まあ、いろいろね太平洋戦争時のね話はいろいろありましたけどね、そんなこともあったのかということで、まあとにかく、まあ、去年1年見た中で、まあ、心に残るやはりねすごい人、まあね、すごい人の一人、まあ、山本東次郎先生ですよね、人間国宝山本東次郎先生のねまたこの狂言が見れたということで、まあ今年はね1年いい出だしではないでしょうか。いや本当にねちょっとね、まあね山本東次郎先生もね、まあ長生きはされてはいるんですがね、いつまで健康かはわからないのでね、見れるうちに見とけということですよね。本当に見れるうちに、本当にすごい芸なので、もう見れるうちに見といてくださいと言わんばかりの、うん、そんな芸です。あ、山本東次郎先生もね、先輩にはまだあの野村萬斎さんのねお父上がいるということで、野村萬作さんはもうなんかすごい年齢らしいですね。あの人もすげえなということで、まあまあまだだね、まだまだ、まあ、現役で頑張ってはいらっしゃいますけどね、まあもうとにかくもう本当に見といてくださいって感じです。本当に伝統芸能のね、本当にすごい芸、本当に厳しく教えられた世代ですよね。本当に厳しく教えられた世代のね芸はね、もうなかなか見られないので、もうぜひあの、まあ、この狂言ね大倉流山本会本当に面白いので、山本東次郎先生がね出てるんであればね、もうぜひ一度はね見ておいてくださいというわけでね、というわけでね、本日はね大倉流山本会狂言公演を見に行ってみたでした。では皆さんご視聴ありがとうございました。ではまた。